みんなの人気者、厚木市のマスコットキャラクター、あゆころちゃん。あゆころちゃんは昨年も全国のご当地キャラクターが人気を競うゆるキャラグランプリで奮闘し、皆さんに支えられ、なんと全国6位になりました。しかし、あゆころちゃんの目標はあくまでもナンバーワン。今年もあゆころちゃんはゆるキャラグランプリで悲願の日本一を目指して奮闘し続けるのである。今年もゆるキャラグランプリの季節が近づいてきました。あゆころちゃん、準備どうかな。去年は確かだらーってしてたけど大丈夫かな。あゆころちゃん、どうしたの。あゆころちゃん、気合い入ってるね。え、なになに。今年こそゆるキャラグランプリでナンバーワンを取るために、え、必殺技を身につけたい。え、だからこれからすごい仙人様に会いに行ってくるって。あゆころちゃん、仙人様ってどんな人なの？幾多の死闘を乗り越えた伝説の武道の達人で、ものすごい必殺技を持ってるって。厳しい修行になりそうだね。どんな必殺技なのか、あゆころちゃんは知ってる？あ、なんだかすごそうだね。私もその仙人様に会ってみたいな。じゃあ頑張って修行しよう。おー、ゆるキャラグランプリ日本一になるため厳しい修行に挑むあゆころちゃん。果たしてあゆころちゃんは伝説の仙人様との修行に耐えて必殺技を伝授してもらえるのであろうか。次回のあゆころちゃん奮闘記もお楽しみに。